岩手県第3区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2017年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。2017年の区割変更により4区が廃止されたことに伴い区域が大きく変更されている。 2013年公職選挙法改正から2017年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。2013年の選挙区割変更で山田町が2区から3区に移った。1994年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。中選挙区時代は、 区域の大半が小沢一郎の地盤である旧岩手2区であった。小選挙区制導入後、小沢は岩手4区が選挙区となり、3区は自身の復審を送り込む形を取った。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、小沢の復審である佐々木洋平が当選したが、佐々木が保守党に移籍して小沢と田元を分かった。そのため、 2000年の第42回衆議院議員総選挙では、小沢は新たな副審候補として、木川田徹を送り込み当選。佐々木は落選した。その後木川田は、小沢の副審として、以降4期にわたって3区での当選を続けた。小選挙区制導入から2009年までは、小沢一郎と同じ党に所属する、小沢参加の候補者が当選していた、小沢王国選挙区である。 木川田は2011年の東日本大震災で家族や秘書が犠牲となりながらも復興に与野党は関係ないと最前線にいたのに対して小沢、小沢グループは政局争いを優先して復興や異例がなかったことへの怒りと失望を契機に木川田は小沢とリエン、小沢が離党した際に同調せず民主党に残留した。このため2012年の 第46回衆議院議員総選挙では、日本未来の党所属の小沢は、新たな副審候補として自由党の菅原喜重郎の、次女の佐藤直美を、擁立三区の前職者対、小沢のオ新人という、2000年と同じ選挙体系となった。皮肉にも12年前の選挙区では佐々木に対する、資格となった木川田が、今度は資格を立たされる格好となった形である。 しかし2000年と違って、この選挙でも木川田が5期連続で当選し、名実ともに小沢系の地盤から木川田の地盤と変化したと言える。震災の津波被害が大きかった選挙区で民主党の候補が小選挙区で当選したのは、ここと安住厚氏の宮城5区のみであった。自民党の橋本英響は、小選挙区こそ2市の争いに埋没し3位に終わったものの、 自民党がこの選挙において小選挙区で退場し、比例東北ブロックにおいて重複立候補していたすべての候補が復活することができたため、名簿5位で復活当選。3区が設置されて、依頼初となる2人の当選者を排出した。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、前回と一転して小沢率いる生活の党は候補者を出さず、 木川田と橋本の激突となり、木川田が勝利したが、橋本は再び比例復活統制を果たした。2017年に公職選挙法改正に伴い、岩手県の小選挙区数が4から3に減らされた、ことによって大幅な区割り変更が行われた。新三区の選挙区は、旧三区の一ノ関市と平泉町以外は小沢の選挙区であった。 9 4区の選挙区の大部分を踏襲する区割りとなった。10月に行われた第48回衆議院議員総選挙では、9 3区の木川田は引退、橋本は自民党の比例会単独候補となった。小選挙区では、9 4区の小沢と藤原隆が横滑りで立候補し、小沢が当選、藤原が比例復活となった。2021年の 第49回衆議院議員総選挙では、連続17回の当選を誇り、選挙区入りせずとも圧勝してきた小沢が、藤原と接戦との情勢から、異例のお国入りを行うなどしたが、10月31日に行われた投開票では、小沢は藤原に接戦を制され、18度目にして、自身初の選挙区敗北となり、重複立候補していた。 比例東北ブロックでの復活当選に止まった。小沢は現在の衆議院総選挙制度である小選挙区比例代表並立制を導入した海の親であるが皮肉にもこの選挙制度に基づいて自身が小選挙区落選をすることとなった。また小選挙区制導入後岩手県で自民党が複数の小選挙区で議席を獲得するのは初めてのことであった。 第49回衆議院議員総選挙10月31日、岩手県第3区時の内閣、第1次、岸田内閣解散日、2021年10月14日、公示日、2021年10月19日当日、有権者数、37万7117人、最終投票率 61.、61.71%第48回衆議院議員、 総選挙10月22日岩手県第3区時の内閣第3次安倍第3次改造内閣解散日2017年9月28日公示日2017年10月10日当日有権者数38万9315人最終投票率60.30%第47回衆議院議員総選挙12月14日岩手県第3区時の内閣 第2次、安倍改造内閣解散日、2014年11月21日公示日、2014年12月2日、当日有権者数、24万6234人、最終投票率 58.、58.84%第46回衆議院議員、総選挙12月16日岩手県第3区時の、内閣、野田第3次改造内閣解散日、 2012年11月16日公示日、2012年12月4日、当日有権者数、23万6102人、最終投票率 65.、65.38%第45回衆議院議員、総選挙8月30日岩手県第3区時の、内閣、あそ内閣解散日、2009年7月21日公示日、2009年8月18日当日、 有権者数、249,636人、最終投票率、75.14%第44回衆議院議員、総選挙九月11日岩手県第3区時の、内閣、第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日当日、有権者数、259,095人最終、 投票率、土砂73、21%第43回衆議院議員。総選挙11月9日、岩手県第3区時の内閣、第1次小泉第2次改造内閣解散日、2003年10月10日、公示日、2003年10月28日当日、有権者数、26万1820人最終、投票率、71.37%第42回衆議院議員。 総選挙6月25日岩手県第3区時の内閣第1次森内閣解散日2000年6月2日公示日2000年6月13日第41回衆議院議員総選挙10月20日岩手県第3区時の内閣第1次橋本内閣解散日1996年9月27日公示日1996年10月8日 ありがとうございます。